小早川貴平は室町時代中期から後期の武将、秋国を拠点に置く沼田小早川氏の当主。忌名の広氏の字は同国守護、山名時広の変記を受けたものと考えられる。英二23年小早川時平の次男として生まれる。長兄に小早川時平がいたため、本来なら家督は時平が継ぐはずだった。事実。 父のの平は隠居して自閉に家督を譲っている。ところが晩年になって広志平を偏愛し、影響4年に家督を自閉から奪い、改めて広志平に譲って当主となしたのである。このため、影響5年にの平が死去すると、小早川市内部で家督抗争が起こった。室町幕府六大将軍、足利義則はこの抗争に対して朝廷に乗り出し、 広志平の家督相続を承認した。ところが、家吉元年になって吉典は小早川市の分家である竹原小早川家の小早川森影に家督を譲るように圧力をかけてくる。これは吉典による有力大名、国人を弱体化させようとする内政干渉の一環であったが、同年の家吉の乱で吉典が殺害されたため家督は引き続き、 木平が相続することとなった。しかし、これが原因となり、以後は、沼田小早川氏と、竹原小早川氏の間で家督をめぐっての構想が、続いた。この構想を沈めるため、宝徳三年に木平は、竹原小早川氏と妥協した上で和睦しようとしたが、当主で、小早川森影の息子後継は応じないどころか、秋に勢力を拡大しようとしていたス王、長年後。 大内のりひと手を結んで反抗してきたため、騎兵は、のりと敵対関係にあった、細川勝元及び、秋分軍主後武田信繁、信方伏、毛利広志元、吉川の京羅と手を結び、干渉2年と干渉6年に、のり後継らと戦った。応仁元年から、応仁の乱が始まると、東軍の細川軍に組みし、上京して、毛利と四元らと共に、 西軍の大内正宏と戦った、文明4年12月3日に死去、去年57、あと、長男の慶大らが継いだ、ありがとうございます。